はい、どうも、ジンさんです。今回は最終章千年決戦編で登場したクインシー。個人的に結構好きなキャラでもあるキルゲオピーについて解説動画を作ってみました。キルゲは最終章で最初に交戦したクインシーで、容姿や性格、言動などから一部から支持されているキャラだと思います。僕以外にもキルゲ好きな人多いと思うので、ぜひ最後までご覧ください。じゃあ、続けていきましょう。キルゲオピン、ユーハバッハ率いるバンデンライヒのシェルンリッターに所属するクインシーで、おかっぱ頭にメガネだが、スタイル抜群のいい男。僕はイケメンだと思っています。実力はシェルンリッターの中でも上位に位置すると思っていて、ユーハバッハよりウェコムンドの制圧及びアランカル回収を任されるほど、ウェコムンドヤークトアルメイの統括狩猟隊長に任命され、クインシーにとって天敵であるはずのフォローの因子を持ったアランカルたちを蹂躙していました。また、キルゲが突起戦力の黒崎一護と交戦した際、これを聞いたユーハバッハは、キルゲと交戦しておるならしばらく身動き取れまいと語っていました。またキルゲはユーハバッハから命を落としてでも黒崎一護の足止めを命じられていましたが、これはキルゲの実力を評価しているからこそ、突起戦力の足止めという大きな役割を命じたのだと思います。以上のこれらから察するに、ユーハバッハからの信頼も厚く、実力も高く評価されていることがわかります。対するキルゲですが、ユーハバッハへの忠誠心は高く、ラーテンを深く読み込んでいることや、ユーハバッハからの命令を忠実に実行していました。またキルゲはクインシーという存在に誇りを持っていると思われます。それは彼の戦闘スタイル。他のシェルンリッターとは異なり、ハイリッヒプファイル、ブルート、レーシの収束などをメインにクインシーらしい戦いをしていました。特に驚いたのは、キルゲが使用したクインシーの最高戦闘霊術乱走天外。これを使用できるクインシーはまさしく天才であり、かつて黒土マヤリが研究した3661人のクインシーの中には、その術の片鱗すら使用できる者はいなかったそうです。つまりキルゲはクインシーの基本能力を極めたクインシーであり、それができる才能の持ち主だと言えます。事実、他のシェルンリッターで乱走天外を使用したものはいませんでした。業績的に不死身持ちだったり、大体即死していたので、タイミングがなかったと言われればそれまでですが、個人的にはシェルンリッターの中でも乱走天外を使用できるクインシーは限られていたと思います。また乱走天外は失われた術とも呼ばれており、シェルンリッターはブルートやフォルシュテン・ディッヒなど新しい霊術を用いる集団なので、乱走天外はクインシー・レッドシティールのように200年ほど前に死滅した過去の遺物として、そもそも習得するクインシーの方が稀だよみたいな流れになっているかもしれません。このようにキルゲは最初に戦ったシェルンリッターということもあり、クインシーの基本能力を極めたタイプでした。こういったタイプと最初に戦闘した、これは意図したものだと思っています。結論から言うと、クインシーのおさらい。キルゲと戦った黒崎一護は、キルゲと戦いながらクインシーの戦い方を学んできました。クインシーの基本武器である弓や周囲の霊視を収束する力、追い込まれたクインシーが使用する奥義乱走天外、これらを一護と共に僕たちにおさらいさせることで、最終章の敵であるクインシーという存在をおさらいさせる意図が少なからずあったような気がします。それに加え、キルゲはサーベルを使用することから、石田流の言っていたクインシーは弓しか使わないという情報とのギャップ、さらにブルートやフォルシェン・ディッヒ、シルフトといった新たな力をキルゲを通して見せることで、クインシーという既存の存在に得体の知れぬ恐怖を加えたんだと思います。キルゲの主流は J、ザ・ジェイル。能力は監獄、特殊な矢を放ち敵を脱出不可能の檻に閉じ込める能力。閉じ込めた者の霊圧を完全に遮断するほか、連絡手段も断ち切るため、ただ閉じ込めるだけではありません。ただ閉じ込められた者は受信することはできるようで、イチゴは技術開発局からの連絡からソウルソサイティの惨状を察するも、イチゴからの声は向こうに届かず、イチゴの霊圧も遮断されているため、イチゴ救出は難航を極めました。この能力はキルゲが死亡しても消えることはないため、キルゲはユーハバッハからの命令、命を落としても黒崎一護を足止めすることを実現させました。檻の強度は極めて高く、挽回一護の月牙転生ですらびくともしませんでした。この檻は同胞であるクインシーを閉じ込めることはできないため、偶然にも黒崎一護はキルゲの檻の中で暴れた結果、自身の中に眠るクインシーの力が目覚めたため、キルゲの檻から脱出。その後アコンにガルカンタを開けてもらい、ソウルソサイティにたどり着きました。話を戻しますが、キルゲのザ・ジェイル、本当に脱出不可能でクインシーでないと出ることができないのであれば、非常に強力な能力だと思います。そんなわけないでしょって思いたいですが、他のシェルンリッターの能力を考えれば割とありえてしまうのが恐ろしいです。ただ真実は分かりません。個人的には黒土真由里さんか浦原喜助さんの助力がなければ、クインシー以外は本当に脱出不可能だと思っています。キルゲのフォルシェン・ディヒはピスケール。見た目は天使のような姿に変化し、目が格子状に変化。単純にキルゲの基本能力を底上げするんだと思われます。この状態のキルゲは、すでに高かったクインシーの基本能力がさらに上昇し、例えば防御力を上げるブルートベーネの高度は増し、霊視収束は他のクインシーを凌駕する性能になります。スクラベライ、
ボルシテンディヒジに頭部に発現するハイリゲン社員から周囲の霊視を霊属、吸収する霊視の絶対霊属、天使の基本能力である霊視の収束を極限まで極め完成させた能力で、霊視でできているものであれば何でも吸収可能で、霊視結合を強制的に断ち切り分解して吸収することが可能。レコムンドで使用すれば空気中の霊視以外に建造物や植物などあらゆるものが霊視でできているため、全てを崩壊させて吸収することもできます。またソウルソサイティやレコムンドに存在する死神やアランカルなども霊視で構成されているため、非常に強力で驚異的な能力。これを使用したキルギは霊視を吸収することで強化されます。キルギはレコムンドでスクラベライを使用し、周囲の霊視はもちろんトレスベスティアが生み出した化け物アヨンをも吸収し、自身の強化に加え姿も異様のものとなりました。クイン氏にとってホローは猛毒、この設定があるため、アヨンを吸収したキルギは大丈夫なのって疑問がありますが、これは小説キャントフィア・ユアン・オウンワールドにて補足されていました。本来ならば霊視の質がクイン氏にとっての毒であるホローの霊視も一度完全に分解することで無害なものとして取り込むことが可能だそうです。つまりスクラベライで吸収する霊視は全て分解して強制霊属するため、そこに死神とかホローとかは関係なく何でも取り込むことができるそうです。僕はてっきりホローを取り込むと何らかのダメージを負い、キルギはそのリスク承知で黒崎一号を倒すために使用したものと思っていましたが、外れていたようです。でも完全に分解して吸収するのであれば、キルギがアヨンを取り込んで姿がホローっぽくなったことが引っかかりますが、皆様はどう思われますか？あともう一つ小説から判明した情報を引っ張ってくると、スクラベライはホルシェンディッヒになればほとんどのクインシーは使用できるみたいですね。ただ小説内でリルドットたちの生き残ったシュルンリッターはユガバッハにホルシェンディッヒの力を奪われたため、ホルシェンディッヒになることができず、スクラベライも使用できないみたいです。これは個人的にはシュルンリッターがホルシェンディッヒになれるとはいえ、全員スクラベライを使用できるかといったら僕はできないと思っていました。クインシーの基本能力である霊視の収束を完成させたみたいな発言があったので、全員が極めているとは考えにくかったからです。ですが小説内でリルトップがホルシェンディッヒになれればスクラベライで丸ごと吸い取れる的な発言をしていたので、どうやらキルゲ以外にも使用できるみたいですね。そうなるとなぜソウルソサイティ進行時にスクラベライを使用しなかったのかという疑問が生じますが、仮説を紹介します。それは見境なく分解吸収してしまうこと。霊属と言っておきながらですが、個人的に最も推している説、スクラベライのデメリットとして敵味方関係なく吸収してしまうのかなと思いました。本来クインシーは肉体を持つ人間なので、霊視を吸収するスクラベライの影響は受けませんが、ソウルソサイティに進行する際肉体を霊体に変換する必要があります。ソウルソサイティはコンパクトの世界なので、肉体を持った生物は立ち入ることができませんが、霊視に変換することで立ち入ることが可能になります。例えばルキア奪還の際、浦原キスケが用意した旋回門には霊視変換機が重ねてあったため、織姫やチャド、石田たちはソウルソサイティに立ち入ることができました。つまり霊視の体になったクインシーがいた状況だったため、巻き込んでしまわないようスクラベライを使用しなかったのではないでしょうか。他にもいくつか仮説がありそうですが、何かありましたらコメント欄で教えてください。以上、キルゲOPの解説をしていきました。動画の内容いかがだったでしょうか。この動画で言いたかったことをまとめると、キルゲかっこいい、キルゲ好き、キルゲクイーン氏の基本能力極めたみたいなタイプ、最初の敵がキルゲでよかった、アズギアロイーバーンなんて知らない、あの人アランカルだしね。意外とキルゲが好きな同士多いと思いますので、コメントお待ちしております。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価お待ちしております。